はい、それではお時間の方になりましたので、私の方のですね、まあ、ワークショップという形で、まあ、実際に今フライング 3D プリンターの方でですね、というものを開発してまして、そこに使用するモルタル材料の部分と、実際に取り付けるような、まあ、イメージの装置ですけども、そちらの方を使ったですね、まあ、実験ですねというのを行っていこうかなと思います。内容的には先ほどですね、このトークセッションの前にやった内容とは、まあ、ちょっと同じものになってしまうんですけども、まあ、もし見られなかった方、触れなかった方はちょっといらっしゃらですね、ぜひ前の方に来ていただいて、この材料をですね、触っていただければなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、ここはですね、 RDM センターの研究棟の、まず ABA 棟、奥からですね、A 棟、B 棟、C 棟とありまして、ここは、C 棟の実証フィールド A というような、フィールドになっております。で、今回ですね、 3D プリンターの方の展示ということでですね、皆さん、まあ、見えていると思うんですけども、この柱が6本立ってこう針がついている、これ自体、これ 3D プリンター、これ一式のもので、ガントリタイプといった、3D プリンターになっております。で、奥にはそのレールタイプっていって、この大きなロボットアームがついてて、これがまあレールの上でこうスライドするようなタイプ、これが2つ目のタイプですね。で、さらにちょっと奥でですね、先ほどまでまあ雨も降ってたのもあって、ちょっと白いシートかかってしまってるんですけども、奥の方にもまあ1台 3D プリンターがあって、計3台の 3D プリンターが今あるような状態になっております。で、まあ、我々がですね、2018年にですね、まあ、1機目の 3D プリンターというものをちょっと導入させていただいたんですけども、それがちょっと一番奥の方でシートがかかっているロボットアームの下にですね、キャタピラがついて、自分で走ることができる、自走することができる、タイプのロボットアーム式の 3D プリンターとなっております。まあ、この 3D プリンターを使ってですね、我々すごいさまざまなもの、まあ、ベンチだったり、実際にグランピング施設のですね、宿泊する、まあ、コテージのようなものだったり、まあ、自社工場内にトイレだったりといったものを建ててきました。まあ、そのうちのまず事例ですねっていうのをちょっと紹介させていただきます。はい、今ちょっとお話しさせていただいたうちの、まあ、ベンチですね。で、こちらはですね、北海道 の, アイヌの、まあ、国立の、まあ、共生民族空間という公園があるんですけども、そこのウポポイといったところで、この曲線型のベンチ、まあ、ものとしては分割で作って、分割でプリキャストで作って、現地で組み立てて、こういうふうに R の効いたデザインで、まあ、通常の型枠では作れなかったような、ものを、まあ、3D プリンターで作って収めさせていただきました。で、その隣のこちらの白い方のベンチが、札幌市のですね、まあ、ハッサムというところにある公園で、納めさせていただいたベンチで、まあ、コンクリート、素材的には硬いんですけども、こうなんか見た目はこうちょっと柔らかな、コンクリートなのにこうなんか柔らかく見えるといったところをちょっと意識したベンチっていうのを納めさせていただいています。で、こちらはですね、まあ、太美の方でですね、まあ、学生さんたちに、まあ、デザイン決めていただいて、まあ、コンペして、実際に決まった形を一緒に、まあ、デザイン考えていただいたのを我々が 3D プリントして収めたという事例で、まあ、この2種類のタイプ、違う造形方法で作った2種類のタイプのベンチを太美駅に納入しました。で、こちらはですね、弊社の北海道の深川というところがあるんですけども、そちらの深川工場でですね、まあ、ここと同じように PC プレキャストで作った、まあ、工場の間の部分にですね、まあ、非構造壁として 3D プリンターで作った壁、高さ 2.8 メーターぐらいですかね、のものをまあ実際に収めているといった事例もあります。で、中で深川工場、同じ工場内にも、まあ、ちょっとインドでですね、我々、まあ、SDGs といったところを意識して、インドでですね、自己完結型トイレというものをちょっとプロジェクトでやっていた時期がありまして、それのプロトタイプですねといったものを、まあ、こちらのタイプなんですけども、この円形でちょっとボコボコとしたこの、まあ、デザインのついたもの、トイレを印刷したということもあります。で、その隣はですね、札幌市の公園の企画整備の段階でですね、まあ、公衆トイレ作り直すっていったところもありまして、その札幌市で制定されている企画に準拠した形で 3D プリントさせていただいて作ったこの、まあ、四角型の公園のトイレといったものも製造しています。これが実際の、
インドのトイレの自己完結トイレのプロトタイプを作った時 の, あのちょっと早送りの映像で、壁としてはまあ5分割ですね、ピース5分割にして、まあ、これのこのように印刷をしました。はい、でその他にもですね、北海道の、ニーカップ町というところでですね、グランピング施設、まあ、美術館の中にグランピング施設を建てたいといった、まあ、お話もちょっといただきまして、その美術館 の, あのテーマに沿った、まあ、こうちょっとデザインを織り交ぜたようなすごい芸術的なまあ作品といいますか、そういったところをですね、まあ 3D プリンターでぜひとも再現して作っていただきたいというまあお話いただきまして、あのこのように、あすみません、こうですね、この3パターン全部違うデザインの 3D プリンティングを行、あのオンサイトで行って、あのグランピング施設を建てたといったこともやったこともあります。これも実際の映像ですね。こちらはまあ壁としては6分割です。はい、で RDM センター内もですね、あの実際に 3D プリントで作った壁がありまして、あの一番奥の A 棟ですねに、あの、まあ、これ中に生コン入れてですね、シース管も入れて、まあ、緊張しているものになります。この壁も実際に A 棟の方にありますので、皆さんお時間ありましたらあの見てみてください。で A 棟のですね、まあ、入り口の側の方には、まあ、ちょっとご覧になった方もいるかと思うんですけども、これも実際にあちらの奥のマシンで 3D プリントした、まあ、カーテンウォールですね。これも実あの高さまあ2メーター以上あるような壁なんですけども、これも実際にプリントして収めて実際に設置されてます。で今回まあ RDM の、まあ、ここの C 棟の中でですね、この先ほど紹介させていただいた、まあ、新しいマシン2台といったところもまあ導入をしております。で、まあ、今後ですね、ちょっと今組み立てたばかりというところもあって、まあ、今後どんどん実証実験やっていければなというふうに思っております。これがちょっとガントリータイプじゃなくてですね、あの、まあ、そこの手前のレールタイプなんですけども、実際にまあこのように横に動きながらもうこうプリントすることができるといったマシンで、あの従来の一番最初に導入したマシンですと、まあ、アウトリガーも張ってしまって、あのロボットアーム自体は動けないものと比べて、まあ、造形範囲がすごい広がったっていうようなマシンになっております。なんですけども、我々ですね、まず一番最初に導入した、キャタピラがついたタイプの 3D プリンターのロボット、これをですね、相沢的には第一世代の 3D プリントマシンというふうに考えてて、この新たに導入した2台、まあ、この造形範囲とかさらに自由度が増したマシンを第二世代の 3D プリンターというふうに考えてます。ただですね、あの我々ただその先のあの 3D プリントマシンの開発といったところも目指しておりまして、それが、フライング 3D プリンターというものになります。まあ、これはこの今ちょっと手前にあるのがイメージなんですけども、材料を送る機能とノズル、まあ、ロボットアームが小型のロボットアームがついたものをですね、実際にあのドローンに取り付けて、まあ、ドローンが飛びながら 3D プリントを行うといったところを目指して今開発を行っております。で、ドローンが飛ぶことでですね、まあドローンの位置だとか現場の状況だとか全てデジタルで管理しまして、ドローンが自律的に飛んで24時間以上ですね、連続で自律的に飛んで、造形物をもう勝手にこう印刷していってもらう、そのような世界を今目指しています。そうすることですね、まあ、人が介在しなくなったりですとか、ドローンがこう飛び回って大きなものを作れるといったところで、時間だとか空間からのこの制約といったところを、まあ、解放された新たな次世代の 3D プリントマシンになるんじゃないかなというふうに考えて、研究を進めております。このフライング 3D プリンターの中で、大きな要素技術として、まあ、5つの要素技術があるんですけども、そのうちの一つがまず、この空中印刷で使用する、まあ、モルタルだったりコンクリート材料の部分ですね、材料の、まあ、コントロールといったところが一つ目で、先ほどちょっと紹介させていただいた、まあ、ノズルがついたノズル先端位置プリント位置の制御といったところが、まあ、2つ目の技術で、3つ目はですね、まあ、この、まあ、ちょっと変わった材料にはなるんですけども、この材料をですね、定量で均一に送るといったところの、まあ、このポンプの送り出しシステムといったところが、まあ、3つ目のシステムですね。で4つ目がですね、このプリント位置の、まあ、自律型デジタル補正といって、まあ、先ほどちょっと紹介させていただいたんですけども、まあ、全てがこうデジタルで管理されているからこそ、まあ、ずれたらずれたなりにこう
一気に積層をですねこう修正するのではなく、まあ、徐々に徐々に元の形に近づいてこう修正させていくっていったところを今目指してやっております。なおかつドローンはですね、まあ、風だとかでこう煽られたりして位置がずれると思うんですけども、ドローンがずれてもプリントの位置だけはこうずれない、ノズルその小型のロボットアームでプリント位置だけはこう維持するといったところもですね、まあ、このデジタル管理のといったところを含めた部分で制御していきたいなというふうに思っております。これが4つ目です。で5つ目がですね、まあ、ドローンがですね、まあ、デジタル管理されててドローンだけがこう24時間連続で飛び回っていてもですね、やっぱり練り混ぜの部分といったところもですね、自動化しなければ、まあ、やっぱり人がちょっと介在してしまって、まあ、24時間連続でプリントするといったところはちょっと現実的ではないなといったところもありますので、まあ、練り混ぜだとかですね、なくなった材料をこうプリントしきってホッパーの中になくなった材料をこう次から次へとドローンが戻ってきてそこに対して補給してあげるといったこともですね、今自動でやりたいなというふうに考えて研究を進めております。でそのうちのですね、上の2つ材料の部分とこの、まあ、ノズルの制御といったところでですね、今回ちょっと材料とそのノズルの、まあ、装置取り付く実際にドローンに取り付くような、まあ、イメージの地上の実験装置ですけども用意してますので、まあ、これを使ってですね、ちょっと今日プリントと、まあ、練り混ぜ実験とプリントっていったところをやりまして、まあ、ちょっと実際に皆さんに材料も触っていただけるようにしてますので、まあ、ちょっと皆さん前の方に来ていただいて、まあ、実際に近くで物見ながら進めていければなというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。それでは実際にですね材料の方練り混ぜを行っていこうかなというふうに思っております。で、ですね、まあ、今日はちょっと2配合ですねやろうかなと思ってるんですけども、まあ、1配合はまずここの方で練り混ぜてですね、まあ、ノズル先端から出てきたときはまあ、割とすいませんカメラの方が、はい、ポンプで圧送するときにですね、まあ、硬ければ材料ってこう自立するんですけども、まあ、それだと圧送ができないので材料的にはすごいやわいんですけど、こうノズルから出た先ではこう自立するっていうようなちょっと変わった材料を今、まあ、硬化の速度も含めてコントロールしようかなというふうに思ってて、まあ、そういった材料をですね今ちょっと配合をちょっと変えて練り混ぜしようかなというふうに思っております。一つ目はですね、そのちょっと自立性がないというかちょっと控えめというかといったものの材料を実際にちょっと練り混ぜてみて、まあ、ここに枠に詰めまして、でまあ、こうちょっと引き抜いたときに実際にその材料で自立するかどうかといったのをちょっと見ていただいたり、正常の方ですねちょっとこちらの方に開けますので皆さんちょっと触っていただければなというふうに思っております。その後は、ちょっと実際にそこにですね通す材料を2配合目ですね調整を行った材料を、実際に練り混ぜてそこにちょっとプリントしてみたいなというふうに思っております。練り上がりましたかね、はい、次の配合とこの配合と次の配合もですね、まあ、水比だとか本当に変えてません。材料の比率を変えているだけです。で今ちょっと、まあ、見ていただくとですねかなりフローが、まあ、フローってかなりやわめなので、まあ、ちょっと自立が難しいんじゃないかなというような見た目をしてます。こっち、そっちでも、はい、見えますかね。フローで、まあ、フローのモルタルのフロー試験で測ると大体200以上はある200から230ぐらいのフローある材料になっては、います。でこのフライング 3D プリンターはですね、まあ、材料補填から実際に飛び立って次の目標地点に行くまでに、まあ、大体2分から3分ぐらいこう想定してます。なのでですね、まあ、これ今2分経過後にですねちょっと自立するかどうかっていったところをやってみようかなというふうに思っています。映しちゃいますか。次プリント用材料、はい、これ今練り上がってますので皆さんよかったらこう触ってみたり手袋もありますのでよろしければ前の方にどうぞ。
ちょっとここだけカメラが入ってますんで避けていただけると助かります。かなりやわめなんですけども、まあ、ちょっと今回はその自立する材料を減らしているっていうのもあるんで、今だいたいちょっと2分ぐらい経ちましたんで、こう抜くと、まあ、ちょっと角が、まあ、自立はするんですけど、それでもちょっとこうだれてるっていうような、見えますかね、はい、このようにちょっとだれておりますなんですけども、まあ、次ですね、実際にプリントする材料は自立するような材料をちょっと練り混ぜようかなと思ってますんで、はい、もう混ぜちゃっていいです。はい、どうぞこれじゃ、結構まあ触っていただくとかなりやばいとは思うんですけども、まあ、それでも若干ここまでは自立するっていうような材料ではあります。ただこれだと 3D プリントでですね、例えば次の層が上にこうやって乗ってきたらもうさらにこうだれてしまうので、まあ、これではまあプリントがちょっとできないです。これもそうですね、はい、なんですけども次はですね、ちょっと調整して、まあ、また別な比率で今練り混ぜてますので、それをちょっと実際にそちらのマシンに通して、1時間ほど前にですね、実際にプリントしたこの積層があるのでですね、ちょっとその上にもう一度、もう3層ぐらいですかね、ちょっとプリントしてみようかなというふうにちょっと思ってますので、まあ、ちょっとそれをご覧いただければなというふうに思っております。で今はですね、ちょっと丸とか四角とかっていうふうな、まあ、プリントしかちょっと今回はできないんですけども、ゆくゆくは先ほど言ってたようにドローンが飛んでて、こうドローンの位置がブレてても、こうノズル先端だけは目標の位置を定めるといったようなこの制御、あとはまあ、材料の突出とそのポンプの回転数の制御だったりといったところをですね、今後どんどん開発を行っていければなというふうには思っております。それではそちらの方に行きますので、大丈夫ですわ、はい、同じでしょ、はい、今ホースがですねちょっと半透明なので、ちょっとずつ材料出てきているのがちょっと見えるかと思うんですけども、今材料出てきたら積み重ねていきますので、もう少々お待ちください。フローもですね、おそらく先ほどとほぼほぼ同等のフローですね。はい、それでは材料来ましたので実際にプリントしてみたいと思います。あ、ちょっとだれてますね。ちょっと若干途切れとかもありますけども、あと位置のずれもちょっとありますねすいません。ですけども、まあ、あれぐらいのフローがあっても、まあ、こういうふうにプリントしてもなんとか、まあ、プリントができるといったような材料をですね、今目標に開発を進めておるところです。もうちょいいけるかな。ちょっと下がだれてしまっているんで、そのまま若干ちょっと高さ崩れてプリントも崩れてますけども、まあ、このようにですね、あ、安定してきましたかね。先ほどの、まあ、触っていただいたのでちょっと分かるかと思うんですけども、あれぐらいやわいフローでも、まあ、こういうふうに積み上げていけるといったような材料になっております。
で今はですねこれモルタル材料なんですけども、今後はですね粗骨材も含めたコンクリートとしての材料を開発を行っていき、まあ、なおかつですね繊維だとかも、まあ、練り混ぜて、まあ、型枠としての耐久度をこう上げて、まあ、隣のブースでですね洋上風力のフローター部分を、まあ、このフライング 3D プリンターで作りたいといったような展示も行っておりますので、まあ、そこをですね第一目標として今研究を進めさせていただいております。はい。で、まあ、我々は材料メーカーですので、こういったですね制御の部分だったりといったところで、さまざまな会社さんとですねコラボしながら、この空飛ぶ 3D プリンターというものを実現していきたいなというふうに思っておりますのでですね、ぜひともすごい面白いなと思っていただけたらですね、ぜひ一緒にこの空飛ぶ 3D プリンターを開発する仲間になっていただければなというふうに思っております。はい。今回のこの時間はですねここでちょっと終了させていただきたいなというふうに思います。すいません、ありがとうございました。